あ、でも最近さ、なんかアルコール13%のレモンサワーってたくね、そういえば。ツイッターでめっちゃ話題になってたの、トースポとコラボしたやつ。なんかすげえツイッターで話題になってたな。アルコール13%のレモンサワー。終わり終わり。歌舞伎町に拍車かかっちゃうじゃん。マジでどうすんだ。あれ本当にもうダメだろ。どうすんだよ。だってさ、アルコール13%ってさ、薄い焼酎ぐらいあるんじゃないの？違うと？さすがに焼酎舐めてんの、それ。なんか普通に薄い焼酎ぐらいあろう。ね。13%ってさ。え、そうよ。なんかさ、日本酒とか焼酎とかそこら辺になってくるよね、もう。ね、そうよね。終わりじゃん。13%なら大したことないよ。お前、未成年やろ。お前、あの缶の13%の恐ろしさを分からないだと？やばいよ、あれ多分。マジで。おい、吹っ飛ぶよ、多分。あれ。絶対やばいと思うけどな。ね。あんなのまた街が荒れちゃうよ。成人です。じゃあやばいって、絶対買って飲め。500ml の13%なんかマジで恐ろしいぞ。あれ 500ml あるんだから。だってこんな缶なんだから。フィジカルやばい。ユリースぐらいやばいと思う、フィジカル。かなり強いと思うけどな。あんなストローで飲んだら一発で潰れる、マジで。絶対に潰れる。とんでもないことになるよな。え、マジで殺しにかかったと思うけどね、俺。マジ100ミリでギブでしょ。いや、あれストローで飲む、あん中にサイレースぶち込んで、お前。ストローで 飲みながら街を練り歩く子供たちがまた増えてしまう。大変だ。もうあんなのほとんど薬物だけど、マジで死んじまうって。 ゾンビタウンになっちゃうよ。ね。マジであれ規制かかんないのすごいよな。青天井じゃない。あ、アルコールのパーセンテージは。すごいよな。そのうちあいつら商売始めそうじゃね？この、アルコール13%のレモンサワーの中にサイレースぶち込んだやつを、なんか東横あたりで露店で出して売り始めそうやない？ ね。闇市みたいな。闇市始まりそう、マジで。絶対闇市や。ああな。ぼちぼちありそうよな。普通に。そろそろ商売始めるだろ。マジ若い子気をつけた方がいいぞ、あれ。ドキスだって知らない。全然俺歌舞伎町行ってないからな。嫌いな上司の飲み物、そういうすり替えたらお前、あ、アウトです。はい。お前がすり替えたアウト。